常に中層を泳ぐナマズです。輸入量も多く、低価格のため、初心者向きです。非常に大きくなる魚で、原産地では、重要な、食用の魚となっています。原産地、東南アジア、全域、インド。全長、50センチ、卵性、性格、乱暴者の多い、ナマズの中で、最もおとなしい魚。他の魚をいじめたり、食べたりすることはありません。日本のナマズと違って、活発に動き回ります。目が出っ張っているので、水槽内の障害物や、ガラスにぶつけてしまい、白濁を起こしてしまうことがあります。また、乱暴な魚と一緒だと、暴れてやはり、目を痛めてしまうことがあります。飼い方、餌は雑食性で、何でも食べます。水槽はなるべく、大きいものを、用意してください。水質が、悪化すると、目の枠濁が起きるので注意してください。人工飼料なら大体掃除機のように食べますよ。鯉の餌とかキャットなどで大丈夫です。餌を襟好みしないので楽なんですが、問題はサイズと遊泳力からです。安く出回ってますが、食欲旺盛で普通に飼ってたら50センチくらいに育ちます。小魚も食べるようになりますので注意してくださいね。そしてよく泳ぐので水槽サイズも十分に考慮してあげてください。